皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年4月の12日、22時1分、今から、本日の阪神タイガースの試合の途中で私が、テレビに向かって、言う内容を、見ていただきます。これ言い始めたところでこの辺がもう八方塞がりでこういう風になってるんですけども、その動画が終わった後ちょっと私が申し上げることもしっかりとちょっと聞いてほしいんです。で、今日の試合、終わってからにした方がいいと思うので、そうします。正直ちょっともう淡井圭介声出して撮影しながら言いますね。解説席の方たち、山本さんも先ほど、分かっていておっしゃってたと思うんです。ドラゴンズの方が強いって。それで、ああいう風になってますので。で、これね、一番最初の頃に、柳選手は黙れって言ったじゃないですか。あれ、それが通用するんだったら、僕とルール全然違うんですよ。与えられているルールが。僕は常に敬語じゃないですか。ほとんどは。で、黙れなんか言ったら、普通はおかしくなる。だけども、解説席がそういうふうに助けることによって物事が逆になってる。これはもう本当の話なんで、ただ一応最初の方はその黙れって言った瞬間柳投手がコントロールを乱してるんですよ。で、それを強引に解説席で手助けしていいものなのかどうか。じゃあ淡井圭介はそこからこう絡まれてきていた時の時代、あれ一体どう思います？外からずっと絡んでこられてたんですよ。僕なんて与えられてるルールの振り感全然違いますよ。それプラス明け方から起こしに来る人間と夜中起こしに来てた人間、それと今日神戸地方裁判所に丸山整骨院の件の内容書類当社副社、買いに行ってたんですが、もちろん、証拠の、動画たくさんあります。128GB かもう少しぐらい。で、その時、途中から割り込んできた男性の方、プロ野球とかの解説席にいたことある人で、芸人としてもテレビ出てた人でしょ。黒い服を着てましたね。で、強引に、言葉を遮って、こちらに呪いを押し付けるような形で、これ最悪、物事は私一人に押し付けて全て終わらそうとしてるような形で進めようとしてません。あれだけの証拠、僕のホームページ、YouTube でアップロードして皆さんに見てもらって、僕の状況全て考慮してもらった時に、あれでどなるなって言う方が無理だと思いますよ。柳投手だけってああいうふうに黙れって言ったわけじゃないですか、一回に。多分ああなると思いますよ、普通。で、解説席の方に淡井圭介の言葉が届いてる時と届いてない時があると思います。ですので、これも撮影しながら言うしかもうないと思います。他の報道関係と同じです。本当は受け答えしています。ちょっとあんまりもう容量多いんで、もう撮影やめときますね。さっき僕の音声気にしないで、テレビで喋ってた人の音声、ボリューム最大にして聞いてもらったら分かります。中日強いですねってまだ言ってます。強いの意味が逆になってるんですよ。勝てば強いだけになってしまってる、中日の場合。それが勝ち負けの世界だけになってしまった人たちの結論なんですよね。それはちょっと違うっていうことになってきますね。その優勝回数を揃える話じゃなかったら、もう全て法のもとに平等の考え方で進めてますから。もともと当時の大臣の人たち、1998年フルーツラパーク、その辺のところから、話始まってることで、全ての球団を受け入れてもらわなかったら無理です。動画を見ていただいて、先ほど、試合中に言った内容からで言うと、先に裁判所の方の件のことを言っておきますね。その人も、もう一度そのテレビ出て、ある程度の僕の状況とかは聞かれてるはずなんですね。で、その人に対して、先ほどちょっとああいうふうな言い方にはなったと思うんですけども、
まあ、呪いの方がやっぱりこっちに来た時どうしてもそういうふうに感じる部分もあるんで、まあ、追い払うような形でその人言ってるんですよ。正直な話もうええから、こっちが正直ってこう何か言おうとしたら、もう正直な話もうええからっていうことで追い払うような形。本当は裁判所の勤務者としてあるまじき態度ではないんです。黒い服を着た、人です。で、その警察官の話をねし始めた時に、まあ、その辺のところ阪神タイガースの選手とか、その秀和株式会社とかどういうような形になっていたかとか、うん、そのもういろんな話、もう世間の人は本当の話を知ったらびっくりするような話がいっぱいあるわけじゃないですか。だからまあその辺の話をここでされたら困るっていうのをすぐに察知して、そういうふうに追い払ったんだと思うんですけども、まあそのメンタル的にもね、今日裁判所にその、うん、その春山整骨院の件の関してのそのまあ当社をしに行って、それまあ棄却にはなってますけども、その5年間の間自分は取り下げない限り記録は残ってるんですね。でそこに絡んできてる内容の動画とかあるんですよ。もう提出しています。 SD カードとか USB メモリーだとかで、その量ってもうとんでもない量になるんですよ。2年間分のごく一部なんですけども、ほとんどの日、まず百発百中で絡んでこられてますから、朝に関しても夕方に関しても。でほとんどの時間、まあ先の試合中もそうでしたけども、延長戦最後の方までね、車の音もバタンバタンって、もう家の前であれやられるだけでも大変で、それプラス昔はずっと言葉で絡んできて、春山整骨院とは違 う、まあそこを出会いしてた人間かどうかわからないですけども、ここの家の横通り過ぎながら交代交代で、もう次から次へと絡みに来る連中で、朝はもう明け方4時ぐらいか変わるがあるような人間が起こしに来て、でもう廊下歩きながらとか、もうめちゃくちゃ本当にもう、で今ほとんどそういうのはないんですけども、今どんな状態になってるかって言ったら、裁判所で棄却されたことを原因にしてるのか何なのかちょっと僕は分からないんですけども、ある一時を境目にある程度昔から音で盛り起こされたりとかしてるんですよ。もともと僕と会った人間とかがそのもうプロゴルファーを辞めてますけども、例えば宮里藍だとか、あの子もともと今考えたら年齢的に中学生ぐらいでフーツラバーグの制服着てなかったっていうことになるんですよ。僕も知らないから、そこまでどんな人間が来ていたかっていうところまで。でまあその海外のメジャーでね、その日本人の女性としては、当時、今はもうどうなってるか分かりませんけども、一番勝ってます。その時間帯もう無理やり起こされてるのところからもう気持ち切り替えてなんとか勝ちに行ってるんですけども、昼間も無理やり起こされたりとか、普通に子供が騒いでるだけで僕にとってはもうかなりもうきつい状態で無理あるんですよ。だけどもその状態に結局無理やり付き合わされてるんですね。でその時僕はその下に住んでる人の音かなとか思ってたんですよ。だからその時に電波での攻撃の音で無理やり起こされてるっていうこと僕は知らなかった。でその柳投手が今日まあ黙れって怒ったわけじゃないですか。その時どう聞こえてました？一応ね、僕はYouTube とかで公開してますけども、その文章でも昨年と全く同じ、頭の中でワード組み上げて、しかもそれ自分の名前を淡井圭介の頭の中をお渡しいたしますとか、そういう自分の名前のワードを抜けただけでも阪神タイガースの選手不利になるんです。で画像コロ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 切り替わるでしょ。だからどうしてるかって言ったら、阪神タイガースの例えばバッターだった佐藤輝明選手を見た時に、佐藤輝明選手に頭の中をバットコントロールと選球眼をお渡しいたします。で、あとは渡せる分量にもよってくるんですよ、この状況で。僕の方がそのワードの組み上げを失敗しただけで、阪神タイガースの選手間に合わなかっただけで、だからそれは中日の選手を分かってるから意図的にクイックで、投げてきてたでしょ。だからどちらかというと本当は僕の方がものすごいストレス抱えてるんですよ。で、例えば今日裁判所行くまでもね、電車乗ったら絶対からほほほほ絡んでくる連中いるんですよ。で今日も女性3人組で買いに行ったのがね、まあ裁判所に到着したのが11時50分か45分それぐらい、まあ荷物のその金属類、投資の探査機とかあるから、ちょっとあの辺で、まあ5分ぐらい時間取られますから。で
その電車の車両を移動して、その裁判所行く前からこう言われて嫌な思いするのもあれだし、でそれその時の時間帯、例えばメジャーリーグだったらどうなるかの答え知ってるんですよ。優先席出ない日本人選手で、その女性3人組は笑ってるんですよ。で、いや、人が嫌がることをして楽しんでしまってるっていう状態を、多分全ての映像とかを世間に公開しなかったら絶対わからないと思います、本当に。で、それね、もうそのまあまあわからない、今日も一日、まだ遊んでないし、昨日も丸一日遊んでないです、その前の日もです。で、今日裁判所に行った、そのこちらの事情と、ごめん、柳選手の声で吐くっていう声が聞こえてるけど大丈夫、本当に今日引き分けでもう終わらせたらいいやっていうのはもう途中から思いました。喧嘩にならないように。で、これね、正直もうこれ阪神タイガースの人たちとかも僕と同じ目にあったら、そのYouTube で、まあ、こちらの顔水ではまだマシな方みたいなことを書いてる文章のところ、攻撃金の日に YouTube でアップロードしてるんですけど、それ顔見てもらったら分かると思うんですけども、もうこんなボロボロの顔になってないんですよ、本当はもともとそうなんです。で、スポーツの勝ち負けでこうなってるんですね。で、まあもともとその先月能登半島へ天皇陛下行かれた時、その日は快晴で、でちょうどその日に、僕は、別件のね、貸し金の方の、書類、仮執行までの勝訴のところの書類盗まれたんですよ。で、もう家の中めちゃくちゃです。もうパソコンとかノートとかの、そのパソコンとか銀行とかのパスワード全部書いたノート、ものすごい量書いてます。それ盗まれてるんですよ。だけど帰ってこない。で、普通の状態だったらもうコンピューターで電波で起こされるわ、その試合の勝ち負け、例えば2日前とかだったらもう精神的にもう完全に正直もう限界来ていて、体もしんどくて眠気も来て、だけども眠れる状態じゃなくて18時前、17時50分で、もう無理せんとこうと思って、で結局その日阪神タイガースを負けてるし、横浜ベイスターズを負けてるし、持ってもなくてもなんじゃないですか。だ、極端で試合に取り組んだら取り組んだで、一人で全部対応できるかっていうと、もう同時刻の時点でもうほぼ不可能です。で、まあ今日は横浜 DeNA さん、何とか勝てて、これね、だからもともと僕は阪神タイガース側でもあるんですけども、もうワールドベースボールクラシックでも僕は結局担当して勝ってたわけじゃないですか。で、画面に映ってる選手の方に頭の中とか行ってしまってたっていうことは多々あるんですね。言葉の組み合わせが間に合う、画面映ってるだけの選手の方に行ってしまっていたりだとか、だからそういう悔しさとか腹立たしさっていうのはもちろん僕も味わいましたし、それはいろいろ今まで言わせていただきました。だからその辺のところで、これもうなんとなく仕組み分かってきてるんですけども、それね、なんとか僕怒らないで耐えてるのも遊んでないからかもしれないですよ。で、そのちょっと遊んだぐらいで攻めるんだったら、じゃああなた自分のこと分かってますかって、家帰ってリラックスする時間とか全くない状態、あなた耐えれますって、みんな逃げたくなりますよって、気紛らわせたいって。でもちろん星野監督とかはどういう人でもお亡くなりになってますけども、早死にしたかっていうところも分かってますから、だから僕の今の立場って殺されかかってるんですね。それ、その状態なんです。だからそれで、この間そのプロ野球界の人たちへのメッセージで、まあ、1時間ちょっとほどの動画上げてますけども、で今日その裁判所にこんないっぱい言われても困ると思いますけども、今日裁判所に行ったのにも理由あるんですよ。この間もその貸金のその仮執行までの勝訴の書類をもう一度買いに行った時の帰り道に、経団連の会長の徳さんとすれ違ってるんですよ。で、徳良さん一瞬見た時に、もう徳良さんの顔ボロボロ、こういうタイプの顔で、普通のテレビ出てる時の顔じゃないんですけども、一瞬「え、徳良さん」って思ったんですよ。そしたら
そうって言ってるんですよ。で、あのポストの近くを歩いていて、ポストに投函されてるんですけども、そのケースってね、以前も裁判所に何か、去年多分書類を出しに行った時だったと思うんですけども、その時も同じ現象だったんですね。で、それは先月のことで、今日ももしかしたらがあったんです。その後もう同じ現象、12時から13時ぐらいの間なのかな、ちょっと時間帯までは先月どうだったか覚えてないんですけども、そのある神戸大学附属病院の前の道を通っていたんですけども、その左手の方に警察官と思われる人たち6名、そのパターンも以前も同じなんですよ。で、その横を通り過ぎる男性2人、学生かなってこう笑いながら言ってくるんですよ。で、最初挑発行為かなって思うんですけども、後からもう相手しないで歩いていて、そこで思い出すのは、あの時のパターン同じやわと。家帰ってから徳良さんの件は、あの時も徳良さんとすれ違ってるわなんですよ。で、まあその先月の件に関して、その最終的に平野、平野じゃない、何町って言ったらよかったかな、あの辺り、昔阪神銀行があって、今新しくまた銀行が出来上がってる、まあ三差路の交差点、片側2車線の交差点なんですけども、その近くのところで、後から家帰ったら、あれは眞子様だったのかなと思われる人物で、今日もその歩きながら、一応コンピューターからの電波の声で、まあ、今日は違うみたいなことを言ってきていて、今日は徳良さんともすれ違わなかったし、その警察官と思われる人物6名とも会わなかったし、男性2名とも会わなかった。で、その通り過ぎる通行人が電波で聞いていて、黒い服はどうのこうのって言ってるんですけども、その黒い服の件って、その眞子様と思われる人物が黒い服を着ていたっていうことを、その日のね、帰ってきてからか、その次の日の、撮影で佳子様へのメッセージのところで言ってるんですけども、その、ね、黒い服云々の件についても昔話したことがあって、眞子様と直接話したかもしれないし、そうじゃないかもしれない、そのあたりをもう思い出せない。で、通行人が何がどう、今僕は何が言いたいかって言ったら、僕はいろんなとこ歩くごとに通行人が電波聞いて何か言ってきてるんですよ。多分ね、多分だとしか言えない。もういちいちその横で何か言ってる人に、それ今僕に言われましたとかで、どういうふうなその内容でどう思って僕におっしゃってるんです、何か聞こえてきていたんですかとか、そういうことをいちいち聞いて歩いていても、この動画の数見ていただいても分かると思うんですけども、もう自分でもどうしようもない情報量なんですね、どうにかしようと思っても。で、この状態からも抜け出したいし、その結局2日前もね、睡眠時間4時間ぐらいしか眠れてない。で、昨日に関して試合の勝ち負けからもう正直もういいから早く武田恒也さん、今しっていう声が聞こえてきたんですけども、武田恒也さんの声で、電波で、だからそれはコンピューターが再生してるのであって、どう考えてもその僕が言う前にしって声が聞こえてきてるから、絶対コンピューターが先に判断して言ってきてるんですね。で、動画の内容とかもアクセス先は同じでも変わっていたりとかっていう現象は何回も多々見ています。で、報道ステーションでも大越さんがウクライナとロシアのあのフェイクニュースの方の戦争だと思いますよ、あの近代的な車が出てきてるところは。で、その映像に関して映像加工されていますって、まあ去年かな、その前の年ぐらいに、言っています。で、ただその映像をハードディスクドライブの方でね、録画していたとしても、自分でこういうふうに今日の試合みたいに撮影しなかったら消されるんですよ。で、それだけじゃないんです。電話の、例えば皇居に電話かけた時に、宮内庁の方へ、宮内庁を通して、そのまあ佳子様だとか、まあ会わせてほしいっていうような、まあ佳子様でした、その時は。その内容も、電話かけた時の内容を詳細に述べてるのを動画アップロード一応しています。それで、電話
それも昔もそうだったなって二十何年前もっていうことを思い出したんですけども、その話聞いたことあるって。で、電話をかけてこちらが言ってる内容を、まあ、すぐに電話を切られてるんですけども、その人が切ってるのかコンピューターが自動で切ってるのか、それはまずわからないのと、自分が喋った内容、こちらの方の録音機、端末機であるスマートフォンで録音してるのにないんです、一部分が。これはもう今の現代社会でこんな世の中、みんな自分でコンピューターが物事を動かしてるのか、人間が物事を動かしてるのか、本当はもうみんなわからないでしょう。で、だからその何か悪いことをしても物事が解決するわけないんですよ。そのパスワード云々の件もそうなんですけども、例えば僕は精神病院何回も入院させられてるでしょう。で、本当のことをこういうふうに世間にどういうふうになってたかっていうのを、状況を開示してから精神病院に連れて行かれなくなったんですね。で、そのスポーツの勝ち負けから本音を言うと降りたい。で、そういうことをしていたら毎日こうやって情報が余計積み上がっていくでしょ。これを裁判所に持って行って、じゃあ全部が全部裁判官に見てもらおうと思ったら、どれだけの時間がいるかっていうことが分かったら、もうどうしようもなくなってきてるっていうことが分かるじゃないですか。他の春山聖子人に絡んでこられてる件も 128GB ぐらいなんですよ。 もしかしたらもっとあるかもしれない、その映像だけでね。で、一応書類の方で何分ぐらいのところでこういうふうに言ってこられてるとか、それ実際に言われてる。で、この本当の話をした時点で気づいてます、右目。最初もうちょっとこれぐらいあったでしょ。で、これは他の人たちも閲覧してるでしょうから、これも誰が取ってるかわからない。裁判所では真実が全てで、本当のことを言ってるのにこうなってるんですよ。その時点で皆さんどう思いますかっていうことなんですよ。本当にこれが正しい社会だと思いますかって。かまど発電にしろ、河川水門開閉式玉発電にしろ、 26年前に言ってるんですよ。20歳ぐらいの頃、1998年ぐらいです。それぐらいの頃に撮影行ってますから。本当にで、もともとその河川にそんなに最初はみんなダムを作ったりしたらその洪水云々を考えるんですけども、だからもうね、開閉式で、青のダムっていうところを撮影しに行ってますけど、向こう側上流の青のダム編、そこを見てもらったら分かると思うんですけども、河川につながるところね、排水のところ、金属製の門なんですね。だからもともと九州の方の干潟の、まあ、昔海水の位置をここまでにしておいて、そこから手前のところは砂地のところを埋め立てて、畑にするみたいな形で干潟の門を閉めるっていうのが昔あったんですね。で、そういうようなものを現実的に作れるっていうことを私は分かってましたから、だから河川水門開閉式ダム、地下水流ストレートトンネル発電っていう発想のところにたどり着く、まあこういう方向に行っていたとか、そういう部分とかもいろいろあるんですけども、だけど現実何も進んでないんですよ。だからもう一時はその2017年ぐらいの頃、そのもう政府の方で進めてくれたらいいですっていうことは、多分僕は SD カード送って言ってるか、テレビ向かって言ってるかの方法で言ってるんですね。で、まあそのまあまあ、もともとまあアメリカとか中国とか仲良くしておかなきゃならないっていう部分はもちろんあるじゃないですか。だからまあ別に持ち上げるわけじゃないですけども、例えば三峡ダムなんか標高1000メートル以上のところにあるんですよ。高低差とかもあるから、これはすごい発電が量が見込めますねっていうことで、今の三峡ダムの普通に放水してるああいうタイプのものじゃないですよ。僕の方の穴掘らなきゃならないですけどね、それはそれでエネルギー消耗するから、その辺のところ見極めどころが重要なんですけども、普通に河川水門開閉式ダム発電をまず作った方がいいっていうのが僕の持論なんですけども、結局その人の、僕が言いたいのはね、その人の動きまで、その出てくる人の順番パターン全部同じっていうケース、僕いくつもの例を見てるんですよ。でちょっと違う例で言うと、例えば
この家の近くに有馬優先病院っていうところが、あるんですけども、そこの交差点のところでね、スクーターに乗ってる、老人と軽トラに乗ってる老人男性が、軽トラの人が、まあ、スクーターの人を巻き込む椅子になってるケースをたまたま、僕大体1日1回か2回ぐらいしか家の外出ないです、買い物行ったりとかぐらいしか。でその瞬間何回か遭遇してるんですよ、確率的にまずありえない。でまあその老人の2人同士が、ね、そのまだお前かみたいなことをもう大声で言って、もう喧嘩になり始めてたりとか。でまず僕はだから歩いてその交差点にね、その2人が申し合わせで来てるわけでもない、僕含めた3人ですよ、確率的にありえないんだけども、これスポーツの試合、もう本音で言いますね、多分元々の試合を再現してる試合あると思います、点数とかだけじゃなくて。最悪球種とかまで試合これ全部見たら全部の球種同じやったぞっていうのあるかもしれませんよ、引くでしょ。だからもういろんな、いろんなもので正直もう僕はもうそのどうやったらいいんですか、そのとりあえずまず眠りたい、寝たい、本当にちゃんと。だから去年なんかもう 年末ぐらいになってから、12月入ってからやっと1日7時間その睡眠薬なしで眠れた日はなんとか1日があっただけ。逃げ出したよ本当に、本当に殺される。だから僕の爪に関しても撮影してるものがありますけども、ホームページは iKSK の履歴の1番をまず見てください。そこで、4月にアップロードしてる内容のもので、足の爪、まあ、たかが1本とか2本とかのものです、右足も左足もそういう風になってます。それ伸びないんですよ、栄養不足で、睡眠不足で。で僕今日ね、昼ご飯ちょっと一応証明書になるから、まだ持ってるかな、これはちょっと待ってください、昼ご飯何時ぐらいに食べたか時間持ってるかな。神戸駅の下の吉野家さんで昼ご飯食べたんですけども、これね12時25分でまだ晩ご飯食べてないです。でシャワーも浴びてません。これ試合中に、サッカーの試合でもそうなんですけども、日本代表戦の試合でもそうなんですけども、野球のペナントレースもそうなんですけども、試合中にご飯食べたりシャワー浴びるだけで、もうお風呂も同じです、あの1点ずつ取られます。だからそれで合計2点取られるんです。今日もちろんそれ意識して試合終わるまで晩ご飯も食べてないしシャワーも浴びてないです。つまり10時間経過してるんです。わかります、この辛さ、この状況で。僕は昨日もその前の日も直接取り組まなかった時ね、去年も結構あのいろんな不平不満言ってました、あのテレビの放送に関して、なぜ試合プレイボールの時からしてくれないんだというようなことを言っていて、まあ試合を見たところから試合が動くような形にはなってますけども、9回まで来た時に結局僕は試合を、まあ一応19時ぐらいから関西の方では、昨日の試合かな、その前の試合がちょっとどちらか忘れましたけども、放送されてるんですね。でそこで、まあ、対応しなかったっていうことで1対0で負けてるんですけども、その状況にみんな自分が置かれた時、自分の時間が一切なくなるっていうこと分かります、大量に分かります、僕の言ってること。プラス日本代表戦ですよ、しんどい、頭なんかめっちゃ取られる、めちゃくちゃ取られる。で渡さなかったら渡さなかったら勝てない、がんじがらめで、極端に阪神タイガースも勝てなかったらどうなるかって言ったら、その球団の収入ね、その経営的な部分、そっちの方で極端なことになるから、もうせざるを得ないでしょう。でこれをその裁判所の人もね、ご理解してほしいし、その別にその人を責めてるわけじゃないし、その人をどうこうとか、もう裁判所でいろんな人たちが勤務してるし、で裁判所の勤務者だった人たちがテレビに出てるのか、テレビ出てた人たちが裁判所で勤務してるのかとか、いろんなケースがあるの知ってます、知ってます。でもうこれ自分のことだけちょっと言わせてもらいたいんですけども、本当にこの状況から抜け出したいんですよ、僕としては。もうそれは同じ目にあったらみんなそう思うと思いますよ。
一応僕は自分で自分の顔の直し方とか分かってますけども、変でしょ。本当のこと言ってるのにこの右目の部分だけでね、これだけで変だっていうこと分かるですし、分かりますでしょうし、その自分の顔のとかも、もう今日もその裁判所行って帰ってきた頃にはもうある程度顔は潰されてましたから、まあただし今野球の勝ち負けしてたら絶対こうなるんですね。だからその運転免許証一応ホームページに貼り付けてますけども、まあまあああいう風な顔が標準ですし、そんなもん何年も前の写真じゃないかって思われる人は、まあ、最近の動画でね、まあ、ちょっと自分の顔のことについてワードの中に入れてるものが、まあ、4月にあるはずなので、それ最初の方の画面見てもらったら、ああ全然違うなっていうことは分かりますんで、それで確認してもらったらいいんじゃないかなと思います。まあまず今日の試合に関してはもう引き分けでもういいやって、正直思いましたね。頭なんかよぎりました。でどういうふうな現象が起きていたかって、多分梅野選手もそうだと思うんですけども、他の人もそうだと思うんですけども、梅野選手2球目を空振りした時に、延長戦入るかぐらいの頃、 9回かな、8回以降なんですけども、2球目空振りした時、裏って言ってたでしょう。まあ、空振りする前って言った方がいいかもしれませんけども、多分裏とか何か聞かされてませんでした。いや、こちらはまあ僕の方はそれ思ってないですよ。表の攻撃なんですよね。いや、本拠地名古屋ドームで、でそれ自分が今まで何を喋ってきたかっていうのも分かってるし、もともとのデータも分かってるから、名古屋ドームってホームランってあんまり出てないじゃないですか。それは何らかの理由があるから絶対そうなのであって、まあ、距離的な明確な部分はまずあります。これは東京ドームとかと比較して、だから宇宙間左中間なんか深いですし、フェンス高いですし、一応まあ無風でボール自体は飛びやすい環境にはあるんですけども、風は追い風じゃない限り絶対邪魔になるんですね、飛距離の部分に関しては。でもともと宇宙間左中間にそんなにたくさん、もともとホームランバッターの人でもそんなにたくさん打ってないんですよ。それをそこをホームラン狙いで宇宙間左中間へボールを飛ばそうとしていたら、まあ、大抵外野フライにはなってしまう。まあそういう部分もあって、その ただそのワードが言ったがゆえにね、今日の例えば佐藤輝明選手の打球に関してはポール際なんですよ。さすがにその飛距離だったら、佐藤輝明選手のパワーだったら捉えたのって変化球だったじゃないですか。本当は届くはずなのになっていうのも正直僕は思います。でそれはみんな一応ちょっとぐらいは考えておいた方がいいです。そのインパクトの瞬間ね、その神がかり的な力とコンピューターのその組み合わせで結局腕の力が取られてる取られてないとかもあると思うんです。今もこれ言っただけで僕の腕の力も取られています、説明だけでね。これ多分敬語使ってないからだと思います。あ、違うかな、言ったワードですね。一応そのところどころで、例えば、まあ佳子さまとか皇室とか国会議員の方たちへのメッセージとか、そういうふうなところで、まず、他の動画もそうだったかな、基本もうここまで顔潰れてるからもう判断しにくくなってきてますけども、その敬語もね、ところどころでどうしてもある程度喋ってたら敬語じゃない瞬間ってみんなあるじゃないですか。正直報道番組の人たちでもあるんですよ、基本的に。それ気づくか気づかないかなんです。で別に僕はその辺のところをもう人間だからしょうがないなとは思っています。今もしょうがないなっていう時点でこれ敬語だと思います。だからそこまでついてくる人間はついてくるし、気づく人間は気づくし、別に取り消えなかったとしても気づいただけでそうなってしまうんですね。クイズ的な要素とかもスポーツの勝ち負けの時にありますから。これはこの世の中の現代社会の実態で、でもう十何年間もその世界と付き合っていて、スポーツ業界からもお金1円も払ってもらってないから逃げ出したいぐらいなんですよ、もう本音を言うと。で取り組まなかったら取り組まなかったで、しかもテレビを見てね、2日前の試合と昨日と結果どうでしたかって言ったら、もう散々たる結果じゃないですか。でもともと横浜その太陽ホエールズの頃からね、極端に優勝回数少ないでしょう。まあ最下位の数は阪神タイガースと同じぐらいだったと思うんですけども、
そこの球団もきっと何かあると思うんですよ。そうじゃなかったらあんな一方的な形にならない。だからその辺のところで、その優勝回数を揃えるっていう話、皆さんは強く意識持っていただきたいんですよね。これ何してるかって言ったら、スポーツの勝ち負けで多分この試合してるようなもんだと思うんです。だからもうだから昔の人たちがメジャーリーグに挑戦しなかった、挑戦しても大した結果が出なかったっていうのは、その時間帯を置きといてくれ、頭貸してくれなんてみんな無理なんです。嫌だし、家族だって行かれたら困ると思うんです。だからそれがいつ何か、これがすごく矛盾するところで、活躍すれば活躍するほど海外に進出してしまったでしょう。野球にしてもサッカーにしても、いつ何かバレーボールまで海外でね、そのプロチームに入ってっていう人まで今いるわけじゃないですか。でそこちゃんと、その元々バレーボールの日本代表だった人が対応してくれてますかっていうことなんですよ。あんな東京オリンピックはもう日本時間で夜中じゃないけども、無理無理無理。だって朝7時からトライアスロンなんだもん。夜なんか22時ぐらいに3-on-3ですよ。でもうそこは取捨選択で、もうこんな3-on-3なんかどうでもいいで、もうそこを無視して食事。これ以前もその話しました。こんな追い込まれ方したいですか？みんななりたくないですよ。それみんな逃げ出しますよ。誰か代わりになってって引き継いでって言われたって絶対全員逃げますよ。で報道ステーションにヒロドっていう女性スポーツアナウンサーがいるでしょ。2日前に関しては安藤桃がヒロドさんお願いしますって言っても、ヒロドアナウンサーは何も言ってないでしょ。で普段ヒロドアナウンサーっていうものはいつも何って言ってくるかって言ったら、よろしくお願いしますって言ってくるんですよ。昨日早送りしてました。で昨日の晩は夜中何時ぐらいに寝たんだろう。もう3時ぐらいの日とか多いから、もうよくわかんない自分でも。で、まあ、とりあえず夜中の1時ぐらいに原山整骨院の方から車のドアの音バタンっていう音は聞かされてる。それだから検察庁機能の証拠の方だけど、それ集音できなかったら意味ない。ただただ起こされてるだけで、もともとオープンした時それぐらいの時間帯まで夜中0時00まで車がまだ来てる段階、0時00で。だからもう最後帰る人間だから夜中の1時ぐらい、それ聞かされてます。こっちの部屋で来たらどうなるかって言ったら、夜の12時回ってる時間帯で階段ドダドダ降りていく男だとか、一回外出て顔だけ見とこうと思って見たら、大阪ヒルトンで一緒に働いたことがある人、それは人材派遣会社の人で藤山って名乗ってた人です。ここの住宅の会議なんかで見たことない。でその人も今よく考えたら得体よくわからない、多分ここの住宅の人間じゃないはずなんですよ。もういろんな意味で逃げ出したい。とりあえず家の中のものを盗まれるんだって嫌だし、その常軌を逸してるような状態が長い間続いていて、で結局僕はあれこれ言い出さなかった政治の方とかもまともになかなかならないでしょ。エネルギーの残存量問題とか、そのそうだったんですけど、まだ今日もね、その絶望的な内容は、神戸電鉄の港川っていう駅から神戸地方裁判所まで歩いていくときに、もともと駐車場だったんじゃないかな、そこにまた高層ビル建て始めてるんですよ。もうそのあたりも三宮、まあ神戸市の中央区のあたりが三宮って言うんですけども、その北側ももともとそんなに高いビルたくさんなかったのに、もう作りすぎていっぱいになって、でほとんど入る人なんかいませんよ。生まれてきてる人はもう、僕は生まれてくる前から少子化だったんですから、年々生まれてきてる人の数が少なくなってきてるんですから。だからしてることと現実が全然一致しないんですよ。家の高さがどんどん低くなっていかないとおかしいんですよ。で変えても現れるわけはないのに、また新しく建て始めてるんですよ。実は
1件ぐらい、2件ぐらい、3件ぐらい、それ書いて現れるかもしれませんよ。全部が全部埋まるかって言ったら、その周り作った、その、もともと神戸市兵庫区生まれだから、阪神・淡路大震災の頃まで、ね、その頃が17歳、その年で18歳の頃です。1月17日、地震が発生したの。だからその町並みを覚えてるから、もともとそんなに12階建てのビルなんかそんなにたくさんなかったっていうこと知ってるし、 そもそも30階建て以上のビルなんかまずなかったよって、中央区でも兵庫区でも他のところでもって、それをいっぱい増えてるんです。で神戸市役所のちょっと南の方のところ、30階建てか50階建てか知りませんけども、確か入り口昔は封鎖してたんですよ。今どうなってるか知らないですよ。めちゃくちゃ社会全体がもうずっとコントロール効いてない。それ僕は一回撮影して動画にアップロードする前に撮影したり言ったりとかで、いつものルートで送る SD カード、一応高島あやルート宛てで国会議員の人たちとか、そのマスコミのまとも側の人たちで、それでどうにかしてるんです。これ裁判所の人たちも知っておいてほしいんですよ。もう僕がこうあれこれ動かなかったら大抵のことはほったらかし。だから正直その裁判所はね、その僕は正直ってこう言い始めた時に、もう正直な話はええからって言ってこう追い返してた、そのマスクした男性の人、もうマスクしてる人も大抵もかなり何かやってしまってます。で、あと顔を見せないっていうものは、その方法っていう内容を継続して行うと開き直ってしまうんですよ。バレないとかそういうところで。だからその別にその人一人だけを責めてるわけじゃないし、ただ多くの人が本当のことを理解して、状況を理解して、そのエネルギーの残存量問題とか、その建築業界とか誰かが取り締まってくれなかったらどうしようもないでしょう。何もできてない。また新しくクレーン動いてたんだもん、駐車場のところ。先月行った時は動いてたのかな、どうかな。ただ2月ぐらいの頃とか去年はその場所はなかった、まだ空き地だったところだったはずですよ。だからそれも撮影して帰ろうかなとか思ったんですけども、その扱ってるね会社名とか、どこがっていうところ、多分建築、他のビルのところとかでこう横通り過ぎながらね、建築業界に言うと、あ、これ分かってないなっていうのは分かりましたから、港湾の駅を降りて、商店街があるんですけども、そこのところにもともと県営住宅あったところが、その新しいビルに建て替わってるんですけども、その辺のところとか、もともと住んでた人たちがもう一度住むのかどうかっていうと違うんですよ。僕は阪神・淡路大震災の時、東山高校っていう分譲マンションに住んでましたから、それ一回建物解体して、でもう一回買い直さなきゃならないわけじゃないですか。そんなこと人生で家に2軒も買える人間なんかいないんですよ。でプロ野球業界の人たちも知っといてほしいんですけども、男性でも一月年金15万円までたどり着ける人って 50% ぐらいなんです。女性3割です、昔のデータですよ。もう最初からある程度のところで見極めつけて、その対応しなかったらもうどうしようもないっていうのは現実的な部分であって、まあそれは夫婦であるから、2人の年金分で生活してるから、まあ賃貸のところは家賃どうにかなるだとか、家のもううち返済終わってるからだとかで、そういう金額でも十二分に生活できるっていうことであって、返済できてない人はじゃあどうなるんですかっていうところで、だから公務員の人とか退職金が出ますけども、だけどもその我々なんかはね、その人材派遣会社で働いてた人で、その退職金もらった人なんかまず昔の人でいました。安倍政権の頃に退職金人材派遣会社の人も出してあげなきゃなんないっていう話になってるんですよ。それはもう僕から言いました、これどう考えても無理ですよと。そもそも長時間労働の8時間超えた後のその割増賃金ですら、人材派遣会社所属の時にフルーツがパーク払ってくれてなかったんですから。でそこも何回も債権放棄してるんですよ。で株式会社神戸ワイン自体がもう農業一本化で、そこは政府の支援金とかつきますか、まあ、補助金みたいなものです。
まあ、言い方なんか同じですよ。その辺こだわる公務員の人の方いますけども、あ、ただこだわってるとか、その表現をちゃんと言わなきゃなんないっていう思い込みが強すぎて、もう支援金といっても補助金といったら意味同じなんですよ。政府から出てるお金っていう意味で。でそれでまあどうにかなってるだけで、あのホテル自体の運営はコロ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 別の会社に変わってしまってるんですよ。で結局赤字で多分倒産してるんじゃないですか。だってね、その賃貸として借りて披露宴だとかレストランとかの運営、僕が、2001年でレストランカトレアで店長していた時の夏休みの時の売り上げで何とか1000万超えれるかどうかで、まあ一応超えてはいたんですけども、その程度なんですよ。ほとんどアルバイト、パートアルバイトです。なんなら僕も本当のこと言うと人材派遣会社のパートアルバイトの身分ですから、その人が店長ですよ。他の月売り上げボロボロ、1月2月びっくりしますよ。1日でお客さん10人以下とかの日ありますよ、平気で。もう夏場とかに先にお金余剰金作っておかなかったら無理。一応レストランはそのキッチンの人たちの働きはその披露宴の料理とかも作ったりするから、その辺のところはまあ一応の形、まあ、けど何をもって正社員雇用っていうのか、もう僕もわけわかんないです。本当に一番最初に入社した会社に最後まで残ってる人が正社員だとするのであれば、正社員っていう人の数のカウントの仕方であんな数なら2400万人分もないないです絶対。でまあ、もう話しすぎてもキリなくなりますんで、ね、まあ、とりあえず今日はあの皆さん大きな怪我はなくてよかったなっていうところと、もう僕の心情は本当はそれで、今からあのやっと昼ご飯が12時25分で、今からやっと今から晩ご飯作るところです。以上です。こんな生活逃げ出したいです。あ、それとあのちょっと最後に大事なことを言い忘れてたんですけども、でそれでね、結局あの自分が好きだったものはね全部なくなっていくんですよ。気づかれてます？そのゲーム関係に関しても、もともとはある程度ゲームは好きだった、だけどもどっからも支払いがない、自分の提案で云々であれこれこう考えて、で正直嫌になったりする時はその日その日であったりするわけじゃないですか。こんな世の中って。でスポーツ業界からもないじゃないですか。もともと野球好きだったのにな、サッカー好きだったのにな、がこれがもう全部なくなっていくんです。こんなもろい追い込まれ方なんかないですよ。だからまあそのただちょっとハマってるんじゃないかなって思うところで、その柳さん、柳投手ね、去年黙れって一回言いましたっけ、マウンドで。大野選手は覚えてるんですよ、何年か前で。マウンドで何回もそれ言うでしょ。でこちらの状況からしたら、さらに解説席で山本昌さんとかね、あのドラゴンズが強い云々とか、それはそれでその言葉が耳に入ってしまうとその結果になっちゃうんですよ。だから僕が撮影して証拠で記録してそれしなかったら点取れてなかったんですよ。あのままだったら多分0点、その後2対2になってる。もともとこの話って、その大事な今からの話って、その外からその喧嘩を打ってくるような人間がいて、それに対して怒ったりしたを理由で警察官が精神病院に何回か連れて行ってしまってるから、だから全部全ての実態が見えた時に、いやこんなん阿部さん怒るの無理ないやんって、普通はそうなるんですよ。であとそれとコンピューターの仕組みで、その特別僕柳さんに対してもう文句なんか、スポーツの選手にもうここ数年間なんか絶対言ってないですよ。10年以上遡って、それしたらどうなるか分かって、僕は監視されてるから、コンピューターにまず軸として、為替相場とかにも多分影響を与えてる。本当に本当に。で、もう原油価格とかもそう、ある程度もある程度の話し合いしてます。 OPEC だけじゃないですから。本当は石油のね、その産油国の連盟が OPEC なんですから、それだけじゃないですから。だから自分の頭の中で相手の人のその力を取ろうとか、今説明で言っただけで取る気ないですよ。説明で言っただけでもう足の力取られてますから、正直どこ行ってるのか全然分かんない。頭の中をコンピューターにずっと見られてるから、
ちょっとそういうことを、だからもう一切もう数年そういうこと自分から考えたりしないですよ。けどもごくまれに、いやそれはないか。ただまあその梅野選手がその2球目空振りした時に、空振りする前に裏って言ってましたけども、裏って多分聞こえてたんでしょう。だから誰かは裏って言ってたんでしょう。だからいろんな人間が今声投げかけてる状態だったんでしょう。本当は僕一人だったんじゃないですか。ただ僕一人でスポーツの勝ち負けの試合全部なんか絶対無理無理無理、頭の中は持たない。だからもう僕も言い出した手前、別にかっこいいことを言ってそのかっこつけてるわけじゃないですよ。これ全然違うんですよ。そのコンピューターからの一方的な搾取があるから、だからその横浜ベイスターさんもね、ずっと優勝できてなかったっていう、最下位がずっと何回も多かったっていう、そこみんなかわいそうだから、その辺のところもある程度も考えてあげたらいいじゃないっていうのが僕にはあった。でただ阪神タイガースは長い間日本一、この長い歴史の中で日本一になったの去年でやっと2回目なんですよ。戦後普通に考えたら分かるじゃないですか。もう確定的なのは1998年のフルスラーパークの頃のその話し合いの頃で、そんなの日本代表戦から何から何まで試合を行わされて、阪神タイガースの優位はもう一体どこにあるんですっていう話になるじゃないです か, だからその話曖昧なんですよ。途中で海外戦勝ったんだから阪神タイガースの試合だって勝たせてもらわないと困るだとか、じゃあ今までその交渉っていうのは記録に残ってないからすぐリセットされてるんじゃないんですかとか、もうそれもずっと繰り返されてるから逃げ出したい本当に。あ、こんな辛い状況にあるっていうことはプレーされてる人たちも理解しないでしょうし、今時試合出てる人で僕より年上の人なんかまずいないですよ。三浦和義さんまだ試合出てるんですか。あの人は僕より年上だったの覚えてますけども、もういくらでもそれはないでしょう。三浦さんだったら50超えてるんじゃないですか。でしょ。だからそういう人たちとかにその例えばね、これ柳選手を責めてるんじゃなくて僕の気持ちを分かってほしいんですけど、黙れって言われたらショックなんですよ。僕まあどうしても画面としてその柳選手をクローズアップしてこう映してる、一人だけ映してる画面があって、僕は言葉のままで淡井圭介っていうその名前を多分聞いてないと思うんですね。もしそれが原因で怒ってるんだったとしたら自分の力取られてるんちゃうかとか思って、そうじゃなくてこっちはこっちで自分の名前すらそれ出してなかったら結果出ないんですから、打たれる簡単に、大変どころじゃない。最初それを忍耐強く対応できるようになるまであんなともう全部自分の手探りで探していったんですから。そのだいぶ前にその天気のこととかのところの記憶までね、思い出した時に結局たどり着くのは言葉の数だけ事象があるなんですよ。だから言葉の組み上げっていう形になって、でコンピューターがその通りに、だけどねこれ自分の頭の中を差し出してるんですよ。ずっと今年47ですよ。顔ボロボロされるんですよ。結婚できるかできないか考えてくれたら分かるじゃないって、どんだけ辛い立場かって。しかも勤務先に全然知らん人間が乗り込んできて殴ってきたりとか、本当にで女性でも、もう僕20歳ぐらいの頃ですけど、フルスラパークバラの間で女性だからってそう簡単に信用したら危ないって、右手と左で、複数の人間に引っ張られて、もう両腕の肩もう抜けすと、もうものすごい痛い、もう冗談じゃないっていうぐらい関節決められてる、そのおられる寸前のぐらいの痛さ、もう その時叫んでます。痛い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 ってものすごい叫んでます。で前に助けてくれる人がいなかったらどうしようもないから、また同じような状況が起きた時にもう最初から警戒していて、もう触りそうになった瞬間もバッてこう腕振り払う。本当に本当にそれでいいって
その当時のその、その時の状況を見た時の、フルーツララパークの社員の人とか、正社員の人たちとか、まあ、それは裁判所の方にも、言ってくれてたはずですよ。無理だと、この状況って。もう二十歳ぐらいの頃からそういう状況。だから、州が株式会社に行った頃、昔フルーツララパークでそういうふうにいろんな人間が絡みに来てたんですけど、原因僕分かんない。その時普通に働いていたはずだから。家帰ってきてテレビ寝転がってなんか違う内容、僕が考えた内容とか聞こえてるんだったとしたら、僕の多分考えてる内容じゃないと思います。大体ヘトヘトになってきて帰ってきてるし、大体報道ステーション、その当時はニュースステーション寝転んで見て、大体終わり、次の日に備えて結構ぼーっと聞いてる。一時はその、政治経済のこととかだいぶ分かって、エネルギーの残存の問題まで教えてもらって、なんかいろんな人からこの人やこの人やっていう、どういう意味でこの人だったかは人によってそれは違うと思います。そのスポーツ選手とかだったらスポーツの勝ち負け、あこの人だっていう部分だとか、為替相場、石油価格、政治経済、エネルギーの残存量問題、解決方法を持ってるのそのこの人だっていう、エネルギーの残存量問題、この人っていうことになってるけど君何か覚えあるって、僕らの言ってること分かるって、その国会議員の人とか来て言いに来てくれたりで、そこから勉強して自分で世界国勢税とか自分で買ってっていう、その買わなかったら買わなかったで会社に買ってもらったら、それはそれでもう僕らが何を言おうとしてるか分かるやろうって、それ脅してるとかじゃなくて、その人たちもそのコンピューターの電波の世界が怖いっていうこと知ってるから、一応もう自分のお金で買っといた方がいいと思うっていうことをボソッとこう言ったりとか、分かりましたって自分で買っときますって、まあ3000いくらとか、六法全書はその時一時買って、それは一時買ったはずだったと思うんですけどね。いやもうだからもういろんなことをただただ大阪ヒルトンと働きに行ってる時は、それまでのその天皇家の人とか国会議員の人とかいろんな人たちと会ってっていう、そのアナウンサーになる人間だとか、まあ、モデルとかいろんな業界含めて男性女性問わずね、いっぱいいろんな人間と会ったと、でいろんな話がこう来てたけども、まあ、僕に言われてもっていう状態、当然だと思いますよ。二十歳そこそこであんな大きな問題たくさん持ち込まれたって、どれか一つだって解決するの大変なんですから、しかも働きながらで自分は残業手当すらもらえない、ちょっともう話し始めたらちょっとキリなくなるんで、ちょっともう本当晩ご飯食べますね、もうこんな時刻だから。何が言いたかったのかな、大事なこと、そう、外から絡んできた人間の音声、頭を経由してそっちにつなが聞こえてるケースは昔は多分たくさんあったと思いますよ。僕の頭経由、解説席も同じ、僕の頭経由、それですね。A さん B さん C さんの話昔してたの覚えてらっしゃいますかね。だからその仕事場でね、真面目な人ばっかりとしか仕事したくないっていう意見がそのまともなところでね、あとは基準をどれぐらいのところまでにするのかのところ、あまり基準が高すぎてもみんなその基準に付き合えるかっていうとは無理だと思うんですね。何のために生まれてきたんだろうって。だからその遊んではないルールもそうですけども、今日も3日目、もうこの地獄でもう大体わかるでしょ。もう報道番組見る余裕もないです。今日天皇陛下は能登半島行った日だから本当は重要報道、一応ニュース報道ステーションだけ録画しておいたんですけども、あその頃時間的に、いやちょっと待ってくださいね、でも正確なこと言っておかないとみんな間違えたら困るから、21時過ぎ、21時30分までに報道ステーションの録画をしました。それで上野選手裏って言ってました。なんかもうコンピューターが言ってるのか人間が言ってるのか分かんない。もうこんな状況、もう最初から最後まで絶対無理、もう本当は助けてです、以上です。まあ一応そういうことを全球団の人に投げかけておけば、とりあえず一応僕にはそのことさえ覚えておいてくれたら喧嘩にはならないでしょう。
まあなんか、うん、もう亡くなりになりましたけども、星野さんの声でね、さっき今眠いっていう声、眠いんだけども多分寝させてもらえない状態、そのきつさ もうほとんど日が始まってますから。以上です。